って言っとるか。ちゃうか。すごいな、車パンクそうやな。右は行けなかったです。時間は何時ですか。10時18分です。10時18分。今10時回ってますけれども、何時頃避難されたんですか。8時半ぐらい。なんとなく東の方がちょっとガヤガヤっとしたもんで、窓から覗いてみたら、もう谷からってダーッとすっごい泥水というかね、木の枝とか落ち葉とかいろんなものが流されとって、駐車場。それは連絡所の駐車場ですけど、本当に恐ろしいほど水流れました。それでその水が道路にあふれて、それでその反対側のうちの方へも流れ込んだみたいですけど、なんか話でね、ここの木戸坂行ってありますわね、あれがもう通行止めになってるけどね、あそこもかなり流れたみたいですし、なんか貴船神社の辺もちょっとなってたみたいだ。坂になってるもんね、あちらはずっと。あそこがかなりで通行止めになってるんやないかね、今でもと思うけど、木というかなんかね、こう溢れてたもんね、谷から、ガーッとこう分かった。本当にあんなの初めて見たもんね。